こんにちは。 IAS インターネットアナウンサースクール講師の大竹です。今回は羽田断水のニュースの3回目ということで解説していこうと思います。まだ1回目2回目ご覧になってない方はまずそちらを見てからこの3回目ご覧いただきたいと思います。それからこの原稿ですけれども、この画面の下に URL を貼っておきますので、そこをクリックして羽田断水、そこをもう一回クリックしていただければ PDF が立ち上がって、今回その3ページ目ということになりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、それでは3ページ目ですね。最初にじゃあ読んでみます。第1ターミナルはその後断水を解消しましたが、第2ターミナルでは水質が改善されないため今も断水が続いていて、昨日はほとんどの飲食店が営業を見合わせました。はい、こんな感じですけれども、これもまあ強いてあげればこことこことここ、この3箇所ね、山がありますよね。で、今回のポイントはですね、このが、これビダグでがですよね。断水を解消しましたが、でここで間を置くんですけれども、これ一つのテクニックなんですけれども、がでここでどれぐらいの間を取ればいいんだろうっていう時に、言葉に出さないんですけれども、しかしっていう言葉をですね、頭の中に考えて、それで第二ターミナルではこういうふうに読んでいけば、ここのところの間が非常にいい間になるんですね。第一ターミナルはその後断水を解消しましたが、しかし第2ターミナルでは、このしかしって言ったのを言わなければいいんです。第1ターミナルはその後断水を解消しましたが、第2ターミナルではこういうふうに、今頭の中でちょっとだけしかしっていうのを頭の中で言って、それから第2ターミナル、これで間の取り方っていうのがいいタイミングになるわけですね。で、あとはもうこの第2ターミナルでは水質が改善されないため、ここは切っても切らなくてもいいです。息が続けばここまで。第2ターミナルでは水質が改善されないため今も断水が続いていて、ここまでね、一気に読んでしまう。この後はほんのちょっと間を空けて、昨日はほとんどの飲食店が営業を見合わせました、ね、ここの最後の他もですね、これ丁寧に読んだ方がいいんです。見合わせましたでなくて、営業を見合わせましたね、ここのところをじっくり溜めながら読むっていう感じですかね。そんな風にして読んでもらえれば、ここも大体良くなると思います。特にこのががね、微濁は注意しましょう。それから今も断水がですよね、ここもよく注意しながら読んでみましょう。はい、いかがでしたでしょうか。まあがね、本当はがですけれども、がしかし、このしかしっていうのをためにするわけですね。そうすると、だいたいこう3つの山っていうのがきれいに分かれて、そして伝わりやすくなるということなんですね。まあ、ぜひこれも参考にしていただいて、今度また4回目ということで最後のページ、お送りしますので、1回目2回目見て、そして今回のこれ見て、そしてまたこの後の4回目もご覧いただいて、一つのニュースを完成していきたいと思います。さあ、そろそろお別れのお時間でございます。今日もありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。